青コーナー WPMF 世界フライ級王者大国ソーバリー事務所の160センチ 50.9キロ、サーサーソーハリー、タイの強川ファイターが今ベールを脱ぎます。サーサーソーハリー16歳、青コーナー台北女子世界フライ級チャンピオン、アメリカホイス・グレーシー・ジュージーズコロナド所属、166センチ 51.3キロ、ケイト・マルチネス。グレーシーの遺伝子、ここにケイト・マルチネス29歳。ガールズ S カップ2010、1回戦第2試合です。画面右、赤コーナーケイト・マルチネス、第3位スタート。 MMA 対ムエタイ、第1ラウンドのゴングです。いきなりスーパーワンパンチを出してきましたケイト・マルチネス。ゴーさん驚きましたね、はい、そうですね、やはりね、世界的にやっぱもう知られてますけど、ムエタイを1、2ラウンド見るというね、そういう知識というのが各国にあるんですよね、はい、ファイターだから序盤飛ばしていくというのはタイ人に対して有効じゃないかというところじゃないでしょうかね。ただもうケイト・マルチネスさんこの1ラウンドが勝負と見てるんですね。逆に言えば中盤以降になると厳しいというのは分かってるんですよ。なるほど、それを見越してのこのファイトか。ちなみにこの体格差なんですが、公式でプロフィールではケイト・マルチネスが166センチ、対するサーサ・ソーハリーが160センチです。まあ、リーチの差もあります。右首がイライラ、もう一つ今度は左のパンチ。いや、尾形さん、はい、これかなりケイト・マルチネス強烈ですね、一発一発が。そうですね、事前のデータでもですね、ビデオの映像を見たんですけど、はい、右がすごい伸びるんですよね。あ、そしてここは掴みに行きますね、首を抱えに行きました。しかしキャッチコールはありません、体勢崩れます。はい、すみません、失礼しました、はい、あとはこの長所を生かしたですね、チョークが得意なので非常にサーサーとしてはですね、組みついても離れても気が抜けないんで、はい、どういう展開なのか本当に右です、これですね、すごい当たってますよね、この右がですね、全部当たってるので、そのサーサーの蹴りをものともせず前に出てきます。いや、風花選手、はい、まあ、この試合もかなり体格差6センチある試合なんですけども、なんか6センチ以上に体格差があるように見えますね。サーサ選手は大会の名前通り強かわな選手なので、すごく注目しているので、この試合も楽しみです。まあ、ただそのサーサの幻想というか、そういった思いを砕かんというケイト・マルチネス、1ラウンド方向です。ファイヤー、普段は総合の戦いをしているケイト・マルチネスが足を傾くと、そういうシーンもありましたね。一体今セコンドからどんな指示が与えられているんでしょうか。ちなみにケイト・マルチネスのセコンドには藤井めぐみ選手の姿も見えています。ただこのケイト選手は入場からずっと表情を見てますけどね、ホイス同様全く表情なんですよ ね、何を考えるか分かんないですよね。下にパンチ手を出していくのはマルチネス、もうあまり形関係なくいきます ね、拳を振るってきます。ただサーサ陣営としては今ミドルキックを対応してますけども、はい、要するにパンチを俺で防ごうとしてるんですけども、ケイトの手足が長い、そしてパンチが予想以上に伸びますから、はい、それが通用しないですよ。サーサのミドルキックに対して、いい距離で当たってるミドルキックに対してもケイトのパンチが当たってしまうんですよ、ね、そうですね、足と手の長さが同じぐらいということですね。こうなってくるとサーサもなかなかポイントを取りにくい、はい、自分のスタイルに持ってきにくいですよね。とすれば尾形選手、これサーサー、まあ、2ラウンド3ラウンド残された時間は少なくどんどんなっていくんですが、どういった戦い方をしていかなければいけませんか。そうですね、ちょっと非常にですね、まあ、ミドルを蹴ってもパンチが届きますし、はい、踏みついても、まあ、なかなかこうもっとですね、首コントロールをサーサーできると思ったんですけど、はい、それ以上にケイトが身長高いのとですね、はい、ちょっと待ってください、一瞬からついた、嫌がってる、この感じ強いんですね。かなり風花選手、サーサー苦しそうな表情を浮かべています。そうですね、なんかやりたいことができないみたいな顔で、はい、なりふり構わずです、もう恐れずに前に出てきます。ケイト・マルチネス、
まあ、試合前にはテイクダウンやサブミッションが好きなので立ち関節どんどん狙っていきたいという発言があったマルチネスなんですが、大江さん、ここはもう完全打撃ですよね。そうですね、やっぱり序盤から当ててますからね、ここで行ってしまうというところあるんでしょうね、またサーサーが少しダメージありますから、これから期待して、ここで第2ラウンド終了です。ただ尾形選手、はい、このケイト・マルチネス昨日計量1回目失敗してるんですよね、はい、本来ですね、多分体重がだいぶ差があると思うんですよね、はい、それはサーサーも上げてきてますし、ヘイトは落としてきてますから、身長だけでなくそういうフィジカルの差がだいぶやっぱ出てきてますね、後半になればなるほど。これどちらが有利なんでしょう、上げてきた方、落としてきた方。まあ、そのコンディションにもよりますけど、やっぱり落としてきた方が基本的にやっぱり特に総合の選手なんでですね、すごい吸気落として吸気上げるっていうことに慣れてると思うので。そうですね、はい、あ、ここも左のパンチがダメを捉えますも、どうその手で操作さあさあ、うーん、コーナーに詰めて首を取ろうというマルチネスです。まあ、本当にそういう意味ではマルチネスの体重がかなり戻っているかもしれませんよね。さあどう第3ラウンド残りの時間でさあソーアリーが挽回していくのか、まあ、このミドルは続けて蹴り続けていくんですけども、なかなか有効打にはなりえません。ダメージもあるんでしょうし、このミドルキックもなかなかシャープにね、パチッというところまで持っていけないですから、はい、今のサーサーの今のこの状態だったんですね。そしてこうして首突くの立ち関節狙っていきます。あ、キャッチポイント入りましたね。一つキャッチコールがありました。落ちました。どうだ、落ちました。あ、ここでレフリーが止めた。3ラウンド1分12秒。赤コーナーホイッスブレーシー柔術コロラ。今のはドローム系でショック入ったときに落ちたんですよ、はい、で倒れたときにすぐ目を覚ましたんで、ササ的にはね、ただいまの試合、なるほど、レフリーによりまして、はい、ケイション選手の勝ちと決まりました。